平野紫仕様と神宮寺ゆ太た、待望のツーショットにファン大興奮。東京都内で、と辺の平野仕様26が新作写真シリーズ、大量にどうぞのラストとして、俳優の神宮寺ゆ太た25との貴重なツーショットを公開し、ファンの間で大きな話題となっている。 大量に、どうぞは、は平屋が個性的なファッションで日常の風景を彩るシリーズでこれまでにもハイブランドを身につけた独創的なショットを数多く公開してきた。8日から始まった今回のシリーズでは、5日間にわたって新しい写真が公開され、ファンの期待を高めてきた。そして、シリーズのクライマックスとなる6日目に、神宮寺由太とのツーショットが登場した。 写真では、二人がスカイツリーの夜景を背景にしており、親密な雰囲気が感じられる。平野はこの日の撮影について、楽しかったなと、振り返り写真を撮影してくれた川島小鳥さんに感謝の意を述べた。平野の投稿には、フォロワーから多くの反響が寄せられており、ジンくんとのツーショット、簡単ふっ、待ってたよ、ジグヒラ最高です。 お昼から心臓バクバク、素敵な毎日をありがとうから、激イケの二人素敵、といったコメントが目立つ。この投稿をきっかけに、二人のファンたちからは歓喜の声が上がっている。平野志洋と神宮寺ゆうたは、それぞれグループとして活動する一方で、俳優としても注目を集めている。特に若い世代からの支持が厚く。 その個性的な魅力が幅広い層に訴えていることが伺える。このように26歳と25歳という若さですでに多方面で活躍する彼らの新たな一面をファンに見せるこの写真は彼らの人気をさらに高めることになるだろう。平野潮と神宮寺雄太の大量にどうぞシリーズの最終日に公開された貴重なツーショットは ファンの期待を裏切らず大きな反響を呼んでいる。両者の若さと個性的な魅力が幅広い層からの支持を集めていることは間違いない。今後も彼らの活躍から目が離せない。